はい、果てなし集落への道、急な登りが続いたんですけど、少し前からこのようになんとなく傾斜が緩くなって楽になりました。この道は高野山から続く道で、果てなし集落を過ぎて、またその先にも小さな集落があったりするんですけど、そして4キロか5キロか先に果てなし峠があります。それを越えてしばらく行った時に本宮です。そこを目指してくるから、ここを越えて峠を過ぎたら、ああもう辛いのは一段落だって思うでしょうね。ここです。なだらかな坂が続きます。